肩書きです。うん、はい、皆さんこんにちは。じゃあ真面目にいってみようか。真面目なやつ、小暮先生、真面目にいってみましょうか。口が悪いらしいからさもうその時点で悪いからということで、質問を始める前にどうだったの昨日のグリップ。あ、昨日グリップ交換会みたいな。いや、喜んでもらえたと思います。じゃあ、まあ成功したって、大盛況で終わったって感じね。うん、僕は俺よくなんか喜んでもらえたと思いますけどね。うん、まあ、じゃあ2回目、3回目またやるかもしれないってことね。やれたらいいですね。やれたらいいですね。ということで、質問ですと。沖縄秘密基地さん。アベレージゴルファーみんな聞きたいことでしたね。ボールとの距離とか、あれは宮下氏の言う通り基本どの位置か、宮下氏とかがどのように置いているか知りたいですと。ボールの位置だ。当たりボールの置く位置、素人になると当たり前のようなことを素人は悩むのですと、いうことなんだね。まあ、これは質問じゃなかったんだけど、あれだね、あのボールの位置、お前のボールの位置と俺のボールの位置はっていう動画出したじゃん。もうだって全然違うもん。何が？ボールの位置でしょ。うん。全然違いますよ。うん、いやだからさ、まあどこに置いたらベストだっていうのがさ、ああまだ人によって違うじゃん、はい、だから俺はこの辺だなとかっていうのを素人はそこで悩むんだよ、ボールの位置で、うんうんうん、っていうことを言ってた。なんか名前が面白かったからこれ名前誰か変えたのかな、これ沖縄秘密基地さんってということで、まあ、あの自分の理想のボールのポジションを探してください。そうですよね、うん、力が入るところですよね、うん、理想というか。はい、はい、続きまして、三好さん。三好さん、はい、こんばんは、三好さん、小暮さん、いつも拝見してます、一つ悩んでいるのでご相談します、はい、ここ約半年ほど左手の痛みに耐えながら練習ラウンドをしているのですが、もうグリップを握られない痛みがありますと、医者に行けばバネ病と言われてステロイドの注射を打ってもらったのですが、うん、だいぶ違うのですが2回ほど打っても良くなりません、痛みがある箇所は左手小指、薬指、中指の付け根と、第二関節または手首と肘と痛みがありますと、仕事から接待やプライベートとラウンドがあり断ることもできず困ってますと、休むのが一番なのかも分かりませんが安静しかないのでしょうか。多分宮さんたちはアスリートの軍団なんでそういう経験者がいるのではないかと思いご相談いたしましたということだけど、これバネ指ってこれね、でもステロイド打って効かないってことはちょっと重症だよね。ステロイド打って安静にしてたら大体はあの少し良くなんだけどあの腱のあれなんだよね、バネ指って結局はここにある腱のこういう間にね、こうやって腱が入ってるの、うん、だからこれは1本だけ曲げれるとか、うん、第一関節だけ曲げれる、第二関節だけ曲げれるとか、うん、そういうのがあるんだけど、そこの引っかかりなのよ、うん、だからステロイド打って、うん、そこのを滑らかにしたりとかっていう方法が、多分一番いい治療法だと思うんだけど、これで治らないってなるとむずいよねステロイド系と、まあ、俺がこんなこと言っちゃいけないんだろうけど、なんでだって知識としては持ってるわけじゃないですか。まあ、でも多分整形だと思うんだけど、整形外科でステロイド打って2回ほど打っても良くならないっていうのは、また違う薬入れてもらった方がいいかもしれないよね。ああ、ちょっと潤滑剤じゃないけど、アルツみたいなね、ああいうのを併用して打ったら、まあ、これは医者しか言っちゃいけないから、まあやめとこうね、まあ、そういうのもあるし、あとはその患部からちょっと離れたところ、でも肘も痛いって言ってるから、こっちのラインに
をね、よくマッサージしてもらうとか、あの針打ってもらうとかね、そうすると軽減はあるかなとは思います。いうぐらいにしとこうか、こういう問題はね、意外と難しいんだよ。お医者さんだったらペラペラ答えていいんだろうけど、医療従事者じゃないから俺は。まあでもそんな方法があります。まあただ俺の周りにバネ指って、そのゴルフやってる人でバネ指があんまりいなかったからね、経験がないんだよね、知識だけで。まあだから世間一般に言われるのは、ステロイド注射って一番効きやすいと、バネ指にとは言われてますというのは事実です。ということぐらいにしとこうかね。はい、続きましてチーピン三太郎さんです。いつも楽しい動画ありがとうございます。最近タイガー・ウッズがボールが飛びすぎる発言があり、このままでは8000ヤードのコースが必要になる、土地は確保できるのかとのことでした。教祖小暮氏のご意見をお聞きしたいのでよろしくお願いします。信者番号27番でした。若い人だなこれ。まあ、ボールが飛びすぎるのもあるけど、クラブが飛ぶようになっちゃってるっていうのもあるよね、両方だよね。はい、これは多分トーナメントプロだから、あのタイガーだから言っただけのことで、これ一般の人からしたら、多分そこまで距離が伸びたって、あのボールとクラブでね、実感ないはずなのよ。お前ある？いや違う、俺はクラブを長くしたから当然あっただけの話。それはそのドライバーとかじゃないじゃん。いや、そんなこと言ったらさ、あれですよ、現役の頃からすればさ、飛距離落ちまくってるよ。いや、あんま変わってない。ちょっと10ヤードぐらい落ちただけの話だよ。お前、全然10ヤード。あれ、ネット超えてたから。今、ネットいかないじゃん。いや、まあ、それは触れてただけの話だよ。それは、ね、それはトレーニングしないんだもん、それはどん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 下がるの、それは。だから、しょうがない。だから、クラブとともに、その、宮下さんの言う、そのプロゴルファーに関してはそうだと思いますよ。でもアマチュアがね、そこまでもう毎年毎年飛距離伸びるわけないんだし。ないよね。むしろアマチュア飛距離が伸びててコース長くしたら、アマチュアどんどんしんどくなって余計ゴルフやらなくなっちゃうよね。これもそっちの意見の、だからまあタイガーも要はゴルフプロスポーツ、あのゴルフのプロスポーツの中で一番トップの人がね、あのそういう考えはありだと思う。だからちょっと、ね、やっぱりあの10ヤードのクラブとボールで伸びたんだから、あのコースセッティングを10ヤード伸ばしてもおかしくないだろうっていう意見は、それはプロのスポーツ選手からしたら正当な理由だと思う。ただあのアマチュアからするとね、やっぱりその距離をそこまで感じてないわけだから、その伸びたとかいうのがね。だから逆に言ったら伸ばすんじゃなくて短いのでやれ。そうです、コースを長くする必要はないわ。だから何で長いところでやりたがるのか俺も。いや、それはプロスポーツ選手だ。じゃなくて、あの距離がたとえ伸びたとしても、短い。だからよくさ、日本のコースはあのアメリカに比べて短いから向こうとの差ができたんだとか言う人いるけど、ゴルフなんかそんなもんじゃないから。基本的にはターゲットなんだ。だからターゲットに一番近く打てる人間が勝つわけじゃん、バーディー取れる人間が。ってことは距離を関係なくそのコースをいかに攻めるかだから、14本のクラブを使ってね、っていうのがゴルフの競技だから、っていうことが俺の考え。どっちかって言ったら、だから伸ばす必要は、これはプロの世界だからそういう考えがあるだけであって、あのアマチュアの我々の世界にはそういうのがなくて、コースだっていろんなコースがあるの。長いコースもあれば短いコースも、だって実際トーナメントやってるね、中日クラウンズなんていうね、名古屋の名門コースはやっぱりもう40年前から距離変わらないわけ。でも難しいじゃない、中日クラウンズって。でかといって7800とか8000ヤードあるコースで試合も水のオープンかやってるけど、そことはまた違う難しさがあるわけじゃん。そうそう、コースのあれですよね、コースによって。だからゴルフっていうスポーツは距離関係なく、あの戦術を練って楽しめるスポーツだからっていうことでいいかな。まあ、タイガーはあのもう超一流の一番プロゴルファーのトップにいる人だから、こういう感覚で話をしたんだろうなということだよね。まあ、小暮も言うようにやっぱりもう小暮も距離結局伸びてないもんね、落ちてるもんね。落ちてる。だって宮下さんにさ、たまに負けるときあるの。
いや、それは俺が伸びてるからそれはたまで僕がヒール食っちゃってさ、いや、それはヒール食ったら勝つそれはしょうがない、それはだから道具に恵まれたって、そういう道具を見つけ出したっていう、だから俺の才能だろ、みんなさ、一人伸びた伸びたって言って何なんですか今レースドライバーを見つけた才能だからさ、それもさということでいいね、はい、続きまして、松尾さん、高博さんですかな、人生ダブルボギーですいやいや、いつも配信、動画配信ありがとうございます。小暮さんが練習で打っているドライバーはどうやって作ったんでしょうか。あー、はいはい、ソールに鉛をたくさん貼って作っても良いのでしょうか。練習用に中古の安いドライバーを購入しようと考えています。ご回答のほどよろしくお願いいたします。あれ、練習用のテーラーの R1 ですよね、うん、あれ後ろに、後ろのあの鉛のところに 15g 入れてるんですよ。あの重い鉛を入れてる、重い鉛入れてる。じゃあこれ鉛を、ソールに鉛をたくさん貼って作ってもいいんですか、うん、で鉛をたくさん貼ると鉛の重みで多分打ってたら鉛飛んじゃうんですよ。だから鉛の、鉛ベタベタはイメージでは、例えば薄い鉛を1枚とかこだったら、うん、こう何枚も、はなんと1枚だ、1、2枚だったらいいんですけど、うん、もうそれを貼りすぎると確実にその移動するし、できればその重り調整できる中古クラブのがいい、あの練習用作るんだったら、トレーニング用作るんだったらそっちの方がいいってことね、うん、そう、あのガチ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 ってあの重り入れた方がいいし、うん、でも実際その鉛の貼り方によっては大丈夫ですけど、貼り方によっては飛んじゃうし、だって移動するその鉛が、うん、だからまあでもな、あの 15g 今さら買うのもね、まあでもあのそうか、動くけど別に鉛でやってもいいわけでしょ。やってもいいっちゃいる、ただ飛んだ時にもうどこに飛ぶか分かんないから、 そこまで貼るの、飛んじゃうほど。だって10何グラム貼るんですよ。だ30グラム。ああ、そうか。そうだよ。例えば11しか貼ってなかったら28グラム貼らなきゃいけないのし、うん、それは測んなきゃ分かんないんですけど。うん、まあそうか。だから重り付きのやつどうせだったら買った方が、うん、あの鉛と飛ぶとかそういう心配はないですよってことだよね。だから初めからなんか5グラムぐらいで分厚くてしっかり貼れる鉛とかあるんですよ。なんか。ウェイトアップかなんか、ああ、あるあるある、ああいうのをちょっときれいに貼れば大丈夫かなと思うんですけど、うん、一応念のため一応変な鉛って言ったら鉛の方によってはその飛んじゃう、うん、っていうことがあるらしいです。いいね、マウキ係長さんねご回答ありがとうございました。今はちょい浮きどころかマウキ課長に昇進しそうな状態です。涙もっと練習してちょい浮き主任程度に頑張ります、ちなみにシャン君が出るシチュエーションはつま先下がりが多いですと、いろいろ打ち方を試してもなかなかうまく打てません、シンプルな方法があるのでしょうか。つま先下がりでシャン君出るんだ、もう基本中の基本だね。体使いすぎじゃないのっていうことでしょ。手打ちが練習じゃないですね。手打ちだよね。手打ちもうあるあるだよね。カーってこうやって使いっちゃうね。その下シャンクするよね。もう足止めてて手だけでこうやってパンと返してあげるよね。ただですね、そのスイングできる状態じゃないんで。ないからね。まあでもこれつま先下がりが多いんですだからもう明らかに分かっちゃうよね。もう体キャーって頑張って動かそうとしちゃうってことだよね。だからもう足止めて手打ちの練習してくださいだよね。っていうことでいい？シンプルな方法あるのでしょうか。もうつま先下がりに関しては手打ちを意識してくださいだよね。もう勝手に前傾キープできる状態だし、むしろつま先下がりで練習した方が上手くなるんじゃないですか、うん、腕の振りは良くなるよ、うん、振りっていうかあの動かし方はね、うん、だから俺はたまにやるんだよこれ、両足揃えてるんです。いや、それが原点だ原点って言うんじゃないよ。原点って言うんじゃないよ。原点だけどねでしょそうなんだよね。バラすんじゃないよ、このシークレット。いや、これこれカットだな、まあ、っ
ということで、まあ、ちょっと手打ちをね、意識してみてくださいってことでいいかな。